今回紹介するのは、函館ラッキーピエロからラッキーバラナです。北海道地方で愛されるソウルドリンクです。年間12万缶も売れていて、ラッキーピエロの商品では函館お土産1位のようです。また、ハンバーガーに合うらしい。飲んでみると、コーラに近い味ですが、自然の味です。強めの炭酸に少し苦味もありますね。ちなみにバラナとは、南米ブラジルのアマゾン流域で採れる木の実のことです。カフェインやカテキンが多く含まれていたり、疲労回復やスタミナ増強などの効能があると言われています。缶の裏側は函館の夜景がプリントされています。北海道のフェアや現地へ行った時ぜひ買ってみてください。私はイオンのスーパーで買いました。よかったら、チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは、また。